こんにちは、ひなたです。今はちょうどです。今日って何するんですか？今日はコンビニ企画です。コンビニ買い放題です。しゃ、買い放題って自由すぎるのもあれなんで、選ぶ時間は2分間。2分か、微妙。でもその2分間だったら何を買っても何個買ってもいいです。オッケーですか？オッケーです。それでは、レッツゴー。ということで、今セブンイレブンに着きました。よし、じゃあここから2分間いいですか？はい、行きます。2分間選んできてください。よーい、スタート。10秒ぐらいです。5、4、3、2、1。はい、終了でございます。はい、ということで買ってまいりました。意外と2分は短くて、めっちゃ急いで何でもいいからって言って入れたんですけど、ちょっと気になったものもありました。1個目はゼリーの鉄分が入っためっちゃ美味しいやつです。体にめっちゃいいやつ。疲れた時とかにいいので、休憩の時とかに食べたいと思います。じゃん。2個目はポテトチップスなんですけど、豚骨醤油油味のラーメン味のポテトチップスで、ラーメンが好きなので気になって急ぎ目でラーメンって書いてたからビュッて取ってピュッて入れました。しかもこれめっちゃ安かったです。普通のポテトチップス187円だったんですけど、これはなんと63円でめっちゃ安かったです。びっくりした。今気づいた。味が変わってるから高いのかなと思ったらすっごい安かったです。チップスターのコンソメ腹にくるのでお腹空いてた時とかにもいいかなって思います。4個目、じゃがりこのサラダ味。小さめで、いつもちょっと長いのだといちいち噛まなきゃいけないから、ちっちゃくて保存できるやつなのでいいなと思って買いました。じゃん。5個目はレモンティー。前まではミルクティーがすっごい好きだったんですけど、今はレモンティーにハマってます。5個目、私が一番大好きなお菓子で、お菓子の中で一番好きなお菓子です。ジャガビーのバター醤油味で、説明できないぐらい美味しい。味が濃いのが好きだから、味が濃くてめっちゃおすすめです。じゃん。7個目はアイスです。のハーゲンダッツ。ちょっと贅沢なアイスなんですけど、いつもはパピコとかピノとかお得なやつしか買えなくて、だからこれをこの企画だったらいいかなと思って買っちゃいました。イエイ。じゃん。8個目のパピコです。パピコはめっちゃもうね、1日に1本は絶対食べてて、冷蔵庫に10袋ぐらい保存してあります。昨日3つ食べました。7個目はグミで、これは普通に好きなグミです。9個目は忍者虫です。グミの中では大好きなグミです。最後はシゲピックス。酸っぱさがレベル5、0から5までの5のやつで、めっちゃ酸っぱいです。もう想像しただけでよだれがめっちゃ出てきます。はい、ということでこんな感じでした。ちょっとこれ食べたいと思います。癖になる。これめっちゃ酸っぱくてうわーってなるんですけど、後味もめっちゃ美味しいし、酸っぱくてちょっと嫌なのに癖になる味でめっちゃ好きです。あー嫌だけどな。食べたいと思います。めっちゃ酸っぱいんだよこれ。いきます。あはから美味しくなるよね、これ。いい感じの酸っぱさだ。あ、でもちょっとやばい。後味がすごい好きです。めっちゃ酸っぱい。
ぱいです。なんか後味マヨネーズの味。一番反応やばい。顔赤い、涙出てくるくらい。後味がすごい美味しい。すごい、うん、美味しい。乾杯。生き返った。酸っぱかった、本当に。はい、ってことで2分間で、ちなみに合計は1560円で、意外ともう何でもいいから買っちゃうって思って買おうとしようとするんだけど選んじゃうから、意外とめっちゃ買えるかなって思ったけど、そんなに買えなかったです。でもハーゲンダッツとか買えたのでよかったです。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。